こんにちは、キャラメルです。今日は銀座で腰掛けて休憩するにはもってこいの場所です。トイレもたくさんあって綺麗です。ウォシュレットの最新式です。スタバやコンビニ、カレー屋さんやお寿司さんなどなどいっぱいあります。ご主人様が秘密の場所だと言っています。いつもお土産を開けているのはこのビルなんです。京橋江戸グランビルは椅子やソファがたくさんあります。たまに寝てる人もいます。たまに階段のところでコンサートもやっています。銀座に来たら寄ってみたらいかがでしょうか。地下鉄銀座線の京橋駅の7番、8番出口に直結しています。今日はこれで終わりです。ビーフはチッケン？なんで移動してんの？